はい、どうも楽しいご飯の時間ですよ。今日はですね、まあまた浅草にいますよ。浅草にいますでね、今日は何を食べるんだ木島君ということで、そうだ今日はね、もうお久しぶりに餃子の王様さんに行こうじゃないかと、餃子の王様に行こうじゃないか、えいえいおうという気分でございますので、餃子の王様に行ってきます。で今まで頼んだことないメニューを頼んで、もう餃子は絶対頼んで、まあ、ちょっと贅沢にしてね、美味しくいただいていきたいと思います。今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。はい、ありがとうございます。こちら
はい、ということで行ってきました餃子の王様さん。いや相変わらず美味しいですね。満足度高いんだよな餃子。ちっこくてね、カリッとしてサクッとしてふわっ、あのふわってその軽くねパク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 っていけちゃうんですね。これがねビールやら何やらとねいいんでしょうね。お隣に座れてじゃもう地元のイケメンのお父さん大先輩かっこいいね。お店の方とも仲良くてああいいですね。最高じゃないですか。こういうことなんですよ、こういうこと。ソース焼きそばもねもちろん美味しかったんですけど、やっぱね餃子だなというふうに思った次第でございます。全部美味しかったけど、全部ってば今日はね、まあ、贅沢っつっても20分しか食べてないですからね、まあ、いい感じでした。これから、まあ、また活動しますんで、あんまり食べ過ぎて眠たくなっちゃうとねいけないですからということで調整しました。まあさすがの今日2回目3回目でした。どっちでした忘れちゃいましたけども、さすがの浅草の餃子の王様さん今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。